こんにちは、学習塾1945です。前回共通テストで大失敗した人に対して大学編入を進めました。その動画が100再生超えたんで新しい動画を作ろうと思います。なおこの動画も100再生いったらまた新しい動画を作りますね。僕のこの先の動画どうしても見たいって人いませんか？もし一人だけいたら申し訳ないんですけど、一人で100回回してください。まあ冗談はさておき、今回のテーマはこちらです。なぜ高校や予備校は大学編入を進めないんでしょうか？普通の高校とか予備校は大学編入を選択肢として提示しません。僕自身大学編入は自分で調べて自分で決めました。じゃあなんでそうなのかって話なんですが、理由は2つあると思います。まず大学3年に入る編入試験はマイナーな試験なのでよくわからないっていうのがあるでしょう。高校や予備校でアドバイスをする人の大半は大学入試の経験者でしょう。そして今現在も大学入試の受験生をたくさん見ています。もちろん大学受験の人口は多いのでデータもたくさんあります。一方で編入試験はよくわかりません。高校とか予備校の先生で編入経験者はほとんどいないと思いますよ。編入経験者は周囲にもいないかもしれません。経験情報データがないんでちゃんとしたこと言えねえなって感じです。で次、この理由もあると思います。自分の実績にならないからそもそも編入を進めるメリットがありません。特に実績重視の私立高校とか予備校はそうなんじゃないですかね。もしあなたが短大から国立大学に編入したとしましょう。もちろんあなたの最終学歴は国立大ですよ。でも高校や予備校はあなたが短大に行ったっていう実績しかアピールできません。ぶっちゃけ短大や専門学校の進学よりも四大進学の方がアピールになります。ですからこの2番目も高校予備校の本音としてあるでしょう。実際僕も高校の先生に大学編入の相談をしたら否定されました。潔く浪人しろみたいな感じでしたね。結局無視して編入に成功したんで良かったと思います。もちろん編入にはデメリットがありますよ。そのデメリットを重視して先生は僕に否定的だったのかもしれません。ただこういう理由で高校や予備校が編入を進めないっていうのもあると思うんでちょっと話してみました。以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。